はい、皆さんこんばんは。KYC ヒデです。もう本当に今メイクだけに限らず、もうこの人生56年生きてきた中での今一番感じることがですね、もう本当にふつふつと毎日毎日湧き上がってくるわけです。まあ今日はまあ仕事についてっていうよりかは、どちらかというと人生についてということがね、自分の中でのメインのお話になると思います。まあパラレルワールド、それとアカシックレコード、宇宙的思想、こういう時代だからこそ、まあ今コロナの問題がすごい、やっぱりどこともね、自分の人生の中ですごい時間を占めてしまうというか、影響を及ぼされてるっていうのは、もうこれはもう間違いない話だと思います。だからこんな時こそ、このパラレルワールドという思想、まあ考え方、ある種こういう話をすると科学的証拠もないのにって言われる人も、まあもちろんいてる。もうそういうこと、そういう方には、もちろんね、言われるの分かった上での話です。で、僕は56ですけど、意外と僕の昔の話をしますと、30何年前の25前半ぐらいだったと思うんですけど、もうその30何年前の時に、本当は口に出したら、ちょっとその時の世の中から考えてくださいよ。そんな時に、輪廻転生とか、パラレルワールドとか、アカシックレコーダーとか、リーディングとか、ね、そういう宇宙的な話をするっていう人は、ちょっといかれたやつちゃうかって思われる時代がやっぱあったんですね。あったんです、実際ね。で、その時は、まあちょっとこう、チャックしてましたけどもね。今、そういう話をすると、みんな食いついてくる人が逆に多くって、相対的に考えると、男性の方の方が、ちょっとその科学的なことでないことに対して何を思ってんの？何を言ってんの？っていう否定的な人もやっぱ多いみたいです。で、それも僕の中での感覚です。だから個人的な感覚なんで間違いとか正さんといてください。大体男性の人っていうのは何々が正しいとか、科学的でないとか、論理的であるとか、もうきちっと検証したものでないと、エビデンスが取れてないのにそれを何言ってんのと、そういう堅苦しいことを言う左脳型の人が大概多いんですよ。だけど今の時代は女性的で、思考が感覚なんですよ。だから好きか嫌いかであったりとか、もうそういう何々べきっていうものではなくって、好き、あ、感覚がいいなとか、あ、その感じ私とフィットするとか、もうそのね、何々のべきではないんですよね。そう考えていくと、たとえそれが世の中の中にそのパラレルワールドというものが存在しなかったも、それが好きという人がいてたら、その好きというものの感情の中でちゃんとコミュニティができるわけですね。で、それをそんなバカらしいって言ってる人は、逆にこの世の中から弾かれるような、もう時代が来てるような、僕はそんなイメージを持ってます。これは個人的な意見です。今から、だからもう30何年前ですよ。天命塾ってね、天の命の塾っていうね、僕がある会社の中のちょっと役員にさせてもらった時に、とにかく勉強しろということで、40、50、60ぐらいの経営者の会に、天命塾っていう会に、僕は、入れていただいたんで、その時20いくつですよね。そうすると僕の中で、いや、こんな僕が、まだまだ未熟な僕が、そんな子入っていいんですかって勉強してた時の、勉強する課題っていうのが、論史とか孔子とかのこの分厚い本ね、昔の古い本を読み解いていくっていう、そういう会があったんです。で、そんな中で知り合った方の中に、リーディングっていうことをする人があって、で、あなたのこれからの天命を、まあ、その時は僕ものすごい怪しいだと思いましたよ。いや、思ったけど、なんかその周りの人はすっごい素晴らしい経営者で成功してる人ばっかりが来てたから、ああ、そうなんや。もう時代はこういうとこ行くんやと思いながら、とにかく言われるままに受けました。で、その時にね、出た言葉がアカシックレコードを読み解いていきます。あなたの魂はどういう使命を持って生きていくかっていうことをちょっと見てみますねっていう人がおったわけです。これ、今、はい。ね、今だから言えます。もう30何年前。だ、その当時のことを赤裸々に話したことはなかったんです、僕はね。だけど今は、それは言えると思うんで言います。はい。僕その中でね、思ったのは、その人がね、パッとこう、寝るんですよ。まあ、ベッドの中、ベッドのとこパッと寝て、僕がこの時椅子をこう待って、何を言われるかってドキドキしながら言ってたら、キュッと切り替わって、バーッとなんか降りてくるんですよね。多分ね、リーディングするんでしょうね。で、言われたことが、まあ僕の魂っていうのはもう輪廻転生し、何回もやってこうでああでって言って、チベットとか、とにかく、
中国とかチベットとか、その向こうの、チベットって言われたのがもうずっと覚えたんですよ。えっと思って、その僕の使命っていうのが何かこう困ってる人々をこうなんか助けるというか、なんかその僕自身の持ってるものにで元気をとか勇気を与えるようなことで世界を飛び回ってるイメージがあるという話をされたんですよ。それ二十いくつなんですよ。で、その全く何それって、チベットって何って、当時はもう和歌山とかそのね、だから飲食店の仕事をしてましたから全く考えられてなかったんです。ところがこの三十何年の間に僕はある構想にあったんです。この間ね、もう5年ほど前かな。それがチベットの大ダライラマのね、大事弟子って言われるね、そういう方ともお会いしたんですよ。それとか、もう最近ですね、そういう方とずっとつながっていって、結局、なんやかんやと、この今の自分の人生っていうのは、ほんまに全ていろんなものにこうつながっていってると思ってて、その中でパラレルワールドって何かというと、自分がたまたまその自分の世界がいっぱいあるのに、フォーカスしてるところが全部ずれてたっていうだけなんですよね。もしかしたらこのコロナの問題で、まあ皆さんこうどう思うか分かりませんよ。別にコロナを、の問題を変に悪く言うとか楽しく言うっていう、そういう意味じゃないですよ。客観視してお話を聞いてくださいね。もしですよ、もしコロナの問題が 100% ずっと24時間コロナの問題だけを考えて、毎朝テレビ見て、昼もテレビ見て、夕方もテレビ見て、会う人ごとにコロナ大変やな、会う人ごとにコロナどうする、会う人ごとにどうしたらコロナどう対策できるって、その24時間四六時中寝てる時も朝起きてもコロナの問題で一色なに自分がなってたら、これ1ヶ月にするとコロナのパラレルワールドに引っ張られていきますよ。まさしくコロナワールドになるんですよ。だけど、パラレルワールドっていう概念は、コロナが1ヶ月後にパーンと収束して、その後もっと素晴らしい思想が生まれたっていう世界もあるんですよね。って思わなあかんですよ。その世界があった時に、その世界に自分が生きたらどうなるかっていう、その楽観的な思想という、その世界も選択肢の一つにあるわけです。だけど、一つか二つじゃないんです。このパラレルワールドって僕の感覚で言うと無限大にあって、それ個人個人の思想の中に世界があって、それは全て世界があって当たり前っていう発想なんですよ。ただ人間っていうのはもうこの今現実的に起こってること自体が科学的に証明されてる、顕在的に見えてることだけが世界と思ってるから、結局そこに引っ張られて幸せ感を感じなくて不幸と思う人があって、健康が害されて病気になったりっていう人もいてます。だけどそうでもないっていう人は、そんなどうでもな、そんなんどうでもな、やっていくっていう人で、すごくその免疫力が高かって何一つ不自由なくやる人もいてます。これ現実問題いてるはずなんですよね。だけどそのどの世界を見るかによって、やっぱり自分の世界が変わるということを、これパラレルワールドが、まあ僕は思ってるわけです。僕も35年前にアカシックレコードって聞いたんです。まあ、いわゆるアカシックレコードって何かっていう、宇宙の全てのものは記憶がされていて、それを図書館みたいなところ、宇宙の大きなところに、宇宙のどんな、まあ粒子で言うと、もうちゃんと記憶された図書館があって、その図書館の中のデータを引っ張り出すことは可能やっていう発想で考えてください。そうすると、まあね、僕ら人間ね、図書館行ったらなんかこう見たり、歴史をこう本を見たりできますよね、こうやって。そういう記憶がですね、一人の人間のデータでは叶いませんけども、宇宙の大規模の中にはそういうデータがあるというふうな発想が、まあいわばアカシックレコーダー、そのレコーダーの一部を紐解いてリーディングしていくっていう、まあ人がいてるという話ですよね。わかります？で、それを信じるか信じないかは別としてください。ただ僕も最近読んだ本の中に、まあいろんな本もある、まあいろいろと僕本好きなのでいろいろ見てますけど、大体一つの情報ね、こうやってお話ししてる情報で1分間に喋ってるこの動画のデータっていうのは、データっていうのはもうね、何やって、もうすっごい文字数、ビビットで言うとすごい量なんですよ。この1分間の量って何万冊っていう本がわーっと図書館に置いても
足らないぐらいのデータ量があるんですよ。この動画のこのデータをね、分子的にずっとビビットに直していくと。で、それを考えていくと、この世の中に起こっている人々の一人一人のデータを歴史的に解析して、それをデータに残すって考えてみてくださいよ。莫大な可能性があると思います。莫大な量だと思いますね。で、それを実は記憶しているっていうのが、宇宙の歴史というよりか、この世の中の歴史で一番記憶データに残ってるのが H2O という水というものが、実はその情報を記憶しているという成分らしいです。僕はそんな、博士でも何でもない。僕は聞いたんです。だから人間で言うと、この目の中に焼き付いたこの水晶体の中って水分量が多いから、その水分が見たものを残って覚えてるんだけど、頭の脳の中では顕在的にはもう忘れていくんですけども、それはちゃんと残ってる。で、魂としてそのデータ量が輪廻転生していって、何世代もずっとつながっていって、もしかしたら魂っていうものがあって、これ輪廻転生というものを信じてない人からしたら何言うてんのって言われるから、もうその時はスルーしてください。だけど僕はメイクのお話の中でもやってるんですけど、メイクが好きか嫌いかとか、メイクに対する概念がすごくその厚塗りせなあかんとか、いやもう自然体がいいっていう人は単なる好き嫌いでなくって、これ輪廻転生できてるって僕は思ってるんですよ。もう本当に DNA とか刻まれた昔のお母さんとか、お母さんのおばあちゃんとか、おばあちゃんのひいおばあちゃん、そういう人の考え方、美容の美意識の考え方が全て DNA に入ってったりとか、毎日毎朝こうやって鏡見てるその目、水晶体が覚えてる記憶っていうものがずーっと残ってきて、それで何百年何千年という歴史があって、たまたまその家庭の何々ちゃんって生まれた人がメイクさあやろうかって言った時に、なんか怯えたり泣いたりする人も出てくるわけですよ。メイクが怖いという人もいてるんですよ。これはね、僕こういう仕事してるから言いますよ。メイクって普通楽しいもんやと思ってたんですね、思ってた。ところが初めて連れてきた娘さんが急に泣き出すっていうこともあるわけです。で、これを僕ね、今本に書いてるんですけど、これね、スピリチュアルっていう意味合いではなくて、まさしくね、僕が20いくつに受けたアカシックレコーダーとかの聞いた時の、何か遠い昔の海が覚えてる。だから海もそういうことを覚えてるんですってね。海が一番その地球の記憶を覚えてるって言うんですよ。何千年、何百年、何億年っていう歴史を覚えてるって言うんですよ。人間なんかだから覚えてることって、ほんの一瞬なんですよ。ある友達から言うたら、もう何百億年のその歴史の中で、まばたき一つで人間の人生終わるって言われてるから、そうなったらそんな記憶っていうのは、本当に微々たるもんやって僕は思ってて、で、それをですよ、ずっと僕らは信じてやってきたんですよね。だけど、今こそこういう世界、地球がコロナ一色で、いろんなことを手を取り合いながら協力せなあかんときに、ある思想っていうのは個人の思想だけではいかんようになってきてるはずなんですよ。宇宙の思想っていうところにこう全部リーディングして、意識体というのが思想ってわかります。一人一人の意思が全部どっかでつながってるっていう発想になってきて、僕は思うんですね。例えば雨が降ってきましたって、雨が降ってきた一つ一つの粒が、もともとがあるのがここにバーンとこう一つの意思が固まった液体があって、その液体が粒になって降りてきたみたいな感じで、霧になっていくみたいな感じで、本来もともとあったものが本当にその液体みたいなもんですよね。だからその液体というのは全部意思が集合してるから、その集合体が一緒になった時にどっちへ動くか、まあ海っていう僕が考えてるんです。海がきれいになったらきれいな意思集合体になると思うんですよ。とか海が汚れたり、なんかこう変に混沌としたの、こう争いのある海のなんか、なんて言うのかな、うねりとかがあると、これはもうなんかこう、わかりますかね、幸せ感というか、もう争いとか激しさにしかないでしょ。もう海がこう綺麗なこう海でこうなんていう、平穏にこうずっとこうなびいてるような海っていう感覚って、これは意識の、そう意識と考える、一人一人の意識と考えた時、僕はそんなイメージにするんですよ。皆さんどう思いますかね。でそれぐらいなんかこう意識との集合体っていうのは、やっぱ価値観のある人どんどんつながっていきます。逆にその価値観のある人のつながりの意識の集合体が増えれば増えるほど、幸せになろうよ、もっと平和になろうよっていう集合体が増えれば増える、
地球は平和になるやろし、海も先ほど言った海っていう情報の宝庫である海というね、水というものの情報源が2020年の人類はここで目覚めてこうなったっていう風な、なんか天気があるような気がするんですね、この今っていうのは。それこそ本当にもう今こそね、これ変えなあかん時代やと僕は思って、400年続いたこの自由主義のこの競争主義というか、もう本当にお金を儲けて経済的な主義、経済的にみんなが争って、ピラミッド式で、なんかこう、そうそう競争したり比較したり、物とかお金とかそういうものにこう価値観を見出すような時代は崩壊するんじゃないかっていう人もいてますよね。それは僕もちょっと一理思うんですよ。その長い400年の歴史にピリオドが移されるかわからないぐらいの大きな時代の転換期やっていうことを言われてました。で、そう考えた時にやっぱ宇宙的発想であるとか、もう地球上に生きてる僕らはいつも思うんですね。月の影響とか、いろんな、まあ月のね、満ち引き、まあ潮の満ち引きで影響を受けたりしますやん。だからまあ、それこそね、プライベートで言うと、ダイエットするときには椅子がいてあるでしょ？水分量が減るときのね、新月とか、この満月になってきたらこうやとかってありますやん。満月が終わった頃には、だんだんこの水分量が入っていくから、ダイエットするのはこの時期がいいとか、植物でも果物を食べるときはいつの時期がいいかって。これ28日周期とかね、女性で言うとありますね、ホルモンバランスのタイミング。これ全部、やっぱ宇宙の摂理の中で、やっぱりこう、僕たちは影響を受けてるわけですよね。だけど、いつの間にかその人間っていうのが自分が一番っていう感覚で、なんかこう、自然をコントロールしてるとか、宇宙をコントロールしてるみたいな、変な、そういうエゴというかな、そういうものに今こそ気づけようみたいな感じです。なんかそれこそ本当に今のこのコロナ問題って思いません？ある一部のところだけが悪かったら、なんかみんなで応援しようっていうんやけど、ある一部ってないですもんね。もうほぼ全てにおいて、これ遅かれ早かれ、タイムラグはあるとしても、なんか全てにおいてもっと人間たちを気づきなさいよみたいなことを言われてるような感覚ってものすごくあると思うんですよね。だからすごくその共栄というか、共に栄えていくとか、一緒に生きていくというね、そういう時代かなというのをつくづく思い知らされてます。やっぱり女性っていうのは、なんかね、家庭の神様だと思います。で、僕がずっとここ最近コロナの問題からずっと見てて、みんながこうシュッてなってる、特に男性の方が、男性の経営者とかこうシュンとなりがちやと思いますが、YouTube 見たり、いろんな SNS のライブ配信見たり、こんな時こそって言って、家族とのこのつながりを大事にしながらですよ。毎晩ね、ずっとこのライブ配信したり、コラボ配信したりする女性の姿を見てて、しかも子供さんがちゃんと、ね、いてるんですよ。2歳、3歳、4歳、5歳。もう、まだ幼子を抱えた女性の起業の方とか、駆け出しの方とかの話をずっと聞いてるとですよ。コロナのパラレルワールドという不安どころでないんですよ。もっと私たちはこうやっていこう。こんな、ね、しょげてる男どもを関係なしに私たちは頑張っていこうという、そういうイメージのパラレルワールドの方が強いんですね。はい、僕が見てる限り。つくづくですね、僕も56年生きてきた中で、どこに自分の人生のこれを指針をフォーカスするかというところが、今一番考えているところでございます。まあ、仕事のやり方もそうだし、生き方もそうだし、時間の配分もそうだし、人付き合いもそうだし、まあ、本当にいろんな部分で断捨離をしているところです。もう物は全て捨て、今捨ててるところ。はい。この間も、まあ、車も、捨てたし、まあ家の自宅のね、家の、まあ両親もちょっと亡くなったんで、自宅の家のもの、思い出深いものも全部こう今ちょっと、粗大ゴミにね、粗大ゴミってあかんな、粗大ゴミではないんやけど、断腸の思い出捨てるんですよ、思い出やから。だけど、いつまでも物として置いといてもダメだと。まあ神さん曰く、物というのは、ちゃんと脳に残ってるでしょって、思い出が一番残ってるでしょって言われるんで、はいって言うてね、いつも捨てるんですけど、まあ車もそうして捨てましたし、まあギターもね、この間譲りましたって、どんどん自分の目、周りのものをね、できるだけ身軽にしていく。そうすると、新しい何か思想というか、この今、自分の目の中で見えていく、このさっき言ったエチスを、水晶体が覚え込む、この覚えている、この記憶だけが幸せっていう感覚にね、
なってくるんですよね。なんか不思議なもんですよね。まあ今日はパラレルワールドのおすすめということで、いいパターンのワールドもあれば、悪いパターンのワールドある。でも、あなたはどこにフォーカスしてやっていきますかということです。悪いパターンのパラレルワールドをずっと見てると、やっぱり自分の健康にも、精神的にも良くないし、いうことで、コロナの問題はもちろん現実的には見やなあかんけど、あんまりテレビとか、その人の影響を受けすぎてですよ。自分に精神的に病んでしまわないようにやりましょう。だからパラレルワールドって無限大に自分で作ればいっぱい世界があるということを一つ言いたかったことです。それと、アカシックレコーダーというのがあるということは僕は20代に経験したので、それはずっと長い歴史で刻まれていくことであります。で、特に H2O という水というものは、その情報をきちっと記憶している物質であるということを言われている。人間で言うと、水晶体の目の中にきちっと脳で理解できないことでも目にきちっと映さ、記憶されてるから、自分が亡くなってからも自分の娘とか、その娘の今度孫とか、そういうふうにして自分の見たものが全て映し出されていくから、あまり悪いものは見ない方がいいっていう発想が僕の中にはありますということをちょっとお話したかったんですね。そして最後に、女性の時代が来ましたよ。女性性の時代ですよ。ということで、理屈とか、正しいかとか、論理的とか、すべきとか、そういう作能的な考え方の男性の諸君、僕も含めですけど、あまり、女性のことをそういうふうにして、言ってしまうと、もう、ダメですよっていう話をしたくて、僕は自分の中で反省することがいっぱいあるんで言うときますと、これからは、やっぱり感覚です。感覚の時代、もう、右脳的。はい。どう感じていくかっていうインスピレーションの時代がすごく大事だと思います。はい。そういうことで、ストレートな時代じゃなくて、曲線的な、オブラートに進む時代というかな、はい。丸みのある時代というんでしょうかね。それこそ地球、丸い地球をイメージした、みんなが丸くなるような、そういうことの時代じゃないんかな、と。一人尖っててもダメですよ、と。みんなで仲良くコミュニティを作っていって、行くような時代じゃないかなということを僕自身に問いながら、今日配信をしました。ということで、長々となりましたけども、今日はね、本当に長い時間見ていただきましてありがとうございました。それでは皆さんまたお会いしましょう。さよなら、さよなら、さようなら。昔の映画のノリでございます。それでは終わらせていただきます。ありがとうございました。